お疲れ様です。立学会です。今回はですね、先日のライブでお話しした誕生日記念にショップ巡りをして気に入った魚をどこかで一匹買うという企画の説明となります。この企画で私が皆さんに伝えたいのは、魚選びのリアルな部分とその楽しさです。動画の構成は、各店舗で魚を選ぶ動画を一つずつ、その後どこかで購入する動画を一つと考えております。各店舗ではそれぞれ店主の考え方で魚を取り揃えているわけです。気に入った一匹を買うためには、可能であれば気になる魚を扱っているお店を何店舗か伺って直接ご覧になるのが一番です。この企画中、私のお気に入りの一匹がいれば購入する予定ですが、いなければ無理に購入することはしません。また気に入ればどんな魚でも良いわけではありません。今の1500水槽に入れることが前提となります。ですので、できれば30センチ前後以上のサイズはあると嬉しいです。小さいとセパレーターしないといけませんからね。選ぶ魚はあくまでも私の好みの魚であって、皆さんにとっての好みとは違う部分もあるかと思います。例えばアロワナなら、スプーンヘッドが好きな人、昔ながらの砲弾型が好きな人、ショートがいい、色味を重視するなど、魚を選ぶ際に好みは分かれます。ですから、どのお店がすごいとか優劣をつけるとか、そういったことではありません。私は皆さんにアクアリウムの楽しみの一つである魚購入の動画を提供することで、一人でも多くアクアリウムを始めてもらいたい、一人でも多くお店に出向いて魚選びの楽しさを体験してもらいたい、そのきっかけになればと思い、この企画を計画しました。もちろん企画を実施するにあたり、お店のご協力は必須です。この企画を実施するにあたり、何店舗かお声掛けさせていただきました。お店それぞれの考え方で企画へ参加いただくお店、遠慮されるお店など様々です。参加いただくお店には大変感謝しておりますし、今回残念ながら参加できないお店にはマッチする企画を提案できなかったこと、大変申し訳なく思います。今回の動画を通して、私が気になった魚を実際に見に行く人が一人でも増えたら嬉しいです。この説明動画はお店に伺う前に撮影しております。私の伝えたい内容が一人でも多くの方に伝わり、アクアリウムの素晴らしさを広めることができれば幸いです。今回の説明動画は以上となります。もしこの企画で、私の意図する方向ではない、そういったイメージが皆様に伝わってしまったとしたら、平にご容赦願います。一人でもアクアリストが増えると本当に嬉しいですね。特に大型魚、飼育するハードルも高いので、そういった方が増えて、コミュニティがどんどん大きくなって、この大型魚業界、あるいはアロワナ業界が少しでも賑わうことを心から願ってやみません。それでは今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。次回企画動画楽しみにしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。